ちら船橋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ先行争い、竹田満月前に行きそうです。マジックウィンそれに続いています。さらにはロジータ、8番フェアバイオその後ろ、先頭に戻りましょう。竹田満月先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナー左にカーブしていきます。先頭に戻りましょう。先手を取ったのは竹田満月、その隣に内向ガルダ、その横にマジンクウィーン、アースアポロ、そのうちに続いています。ロジータ方位をキープ、オールキャッスすぐ後ろ、緑の帽子フェアバイオその後ろ、すぐ隣にオータムホーム、その外にブラウンマリン、さらにはイクノセクレタリー、その後ろにロスパッション。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前は竹田満月、内向ガルダ、ほとんど差がありません。3番手にロジータ、絶好の手応え。3番ロジータ差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか、短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭はロジータ、ロジータ先頭、ここから引き離しにかかります。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はオータムホーム、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ロジータ1着、2着はオータムホーム、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはロジータ。現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結。その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬か、それとも新勢力か。古馬の最高峰レース、天皇賞春の発走です。さあ最後は大外枠のミスターシクレノン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。馬綺麗に揃いました。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。マイネド前に行きそうです。ノーブルアイランド、これに続きます。その外にガンニングフリー、オレンジの帽子セミウンエンパイア、その後ろ内からはナイキランサー、その外からパルマウンテン、内からはエーシンスポット。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、先手を取ったのはノーブルアイランド、その隣にマイネド、その外にガンニングフリー、さらにはセミウンエンパイア、その後ろにノーブルグローブ、その外からマイネルキャップ、その後ろにパルマウンテン、その隣にメジロライア、メジロマックイーン、後ろからその外からエリモスパーク、その隣に大優作、その横にミスターシクレノ。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。では前の方から、先手を取ったのはマイネドノーブルアイランド、この馬もこのグループ、これに続くのがダンニングフリー、並んで4番ノーブルグローブ、マイネルキャップすぐ後ろ、その後ろにアドマイヤフラワー、並んで14番セミウンエンパイア、その外にパルマウンテン、白の帽子メジロマックイーン、いい位置につけました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のメジロマックイーン中段につけています。ミスターシクレノ前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。マイネド先手を取りました。オレンジの帽子ノーブルアイランド、その後ろすぐ後ろにランニングフリー、これに続くのがノーブルグローブ、すぐ後ろにマイネルキャップ、さらにはセミウンエンパイア、並んで5番アドマイヤフ
っていきます。さあ先頭はガンニングフリー、2番手はノーブルアイランド、マイネド3番手、メジロマックイーン、ぐんぐんと差を詰めてくる。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はランニングフリー、さあ直線に入りました。これからの勝負、ランニングフリー先頭、1マシンから2マシンのリード、2番手はメジロマックイーン、残り 200m、 メジロマックイーン余力は十分か、さらに引き離していきます。これは強い。2番手はキリサンシー、メジロマックイーン今ゴール、段違いの強さです。メジロマックイーン1着、2着はキリサンシー、これが世界の実力だ。メジロマックイーン